インディーカーシリーズ最終戦ホームステッド、今日は予選のレポートをお届けします。今回はですね、ロジャー安川選手は、ちょっと別なところで、レースをご覧になっていてですね、私、斉藤和樹が現場の方へ来ています。ということで、ロジャー安川選手もですね、今つながっているんですけれども、安川選手、お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。はい、今日の予選なんですけれども、ご覧になった通りですね、ダリオ・フランキッティが今季2度目のポールポジションを取りました。なんと1人だけですね、213マイル台を記録するですね、圧倒的なスピードを叩き出したわけなんですけれども、このスピードに関してロジャー安川選手はどうご覧になりますか？そうですね。ベテランの意地なのか、チームの意地なのかっていう部分でいくと、おそらく今回はチップガナシ勢がトップ2を独占しているので、かなりガナシ、チームのエンジニア部隊が、今回のレースに向けて、本当に空気抵抗の少ない、メカニカルグリップでも、抵抗の少ないマシンを準備してきたんじゃないかなと思います。なるほど。フランキッティは去年もですね、ポールポジションから優勝しているんですけれども、明日もその可能性は十分あると思いますか？そうですね。本当に、どっちかっていうと、追われるよりも追っかける方が得意としているタイプだと思うんで、本当に去年も、まさかフランキッティがという状況の中で、一人だけ違うストラテジーで優勝したぐらいなんで、今回ポールポジションからのスタートなんですけれども、彼としてはもう本当に最後まで全力を尽くして、チャンピオンを目指して走るんじゃないかなと思います。そして2番手がスコット・ディクソンとなったわけなんですけれども、明日はスコット・ディクソン、どういう戦い方をすると思いますか？やはり、チームとしてチャンピオンが取れるように、ダリオのことを支えるというような役に回るんじゃないかなと思うんですけれども、面白いのが、ここ、予選3位につけているのがウィル・パワーで、もう本当にレースを通して、このトップ3台がかなりハイレベルなバトルを繰り広げるんじゃないかなと思います。なるほど。ウィルパワーとしては、チームメイトのブリスコーやカストロネベスのサポートが欲しいところですよね。ポイントの条件的にはもう本当にそのダリオがとにかく予選はポールを取って、リードラップ、最多リードラップを取って、なおかつ優勝しないとチャンピオンを獲得する可能性っていうのは極力低いので、ダリオとしてはもうとにかく全ラップリードしてでも勝つということが作戦になると思いますし、ウィルとしては最悪でも2位に入ればいいという感じで、若干コンサバで戦うんじゃないかなという気がします。さて、一方の日本勢なんですけれども、今回佐藤琢磨選手がですね、予選9位を獲得しました。アイオワでの予選7位に次ぐですね、オーバルでの記録となります。1.5マイルオーバルではですね、ベストの記録を獲得したわけなんですけれども、今回はですね、私が佐藤琢磨選手に話を聞いていますので、まずはそちらをお聞きいただきたいと思います。では、今日初日を終えた佐藤琢磨選手にこれからお話を伺いたいと思います。アイオワの予選7位に続くですね、今回9位ということで、1.5マイルオーバルの中では、ベストと言えるのかなというふうに思うんですけれども、予選を走って今回いかがでしたか？予選はすごく良かったと思います。すごく自分も結果に満足というか達成感もあったし、っていうのはその最初のプラクティスセッションが1時間あるんですけども、そこでかなり苦労したんですね、今日。で、ホームステッドのバンクは難しいとは聞いたんですけども、予想をはるかに上回る難易度の高さで、やっぱりそのグリップレベルが低いっていうことと、そのバンクの角度が下の方と上の方でだいぶ違う、でそれがこう影響するその車のバランスの、変わり方っていうのがすごく大きくて、要するに車が滑る中でアンダーステアもオーバーステアも出てきちゃう、それをこうコントロールするのはなかなか難しかったんですけど、プラクティスから予選に向けてそういう意味では順調にスピードも上がったし、予選でも1周目、2周目で、ペースが上げられたので、そこはすごく今日は良かったと思ってます。今回、パリからいらっしゃったっていうことなんですけれども、かなり忙しいスケジュールだったんじゃないですか？そうですね、インディージャパンが終わって、数日日本での過ごしたんですけど、その後アメリカ戻って、でもそれも24時間ぐらいかな、デンバーに入れたので、モナコに行って2日間ぐらい、してからパリに行って、そこから来たんですけど、ちょっと忙しかったですね。ただ、体はすごく体調はいいので、そのあたりは全く問題ないんですけど、今日ちょっと走ってみて、このホームステッドの難しさに、結構びっくりしているというか、特に
まあ、予選後に、まあ、今あのプラクティス最後ねナイトレースに向けて夜のセッション走ったんですけど、ここがちょっと、予想をはるかに超えるバランスの悪さで、外ちょっと今苦戦しました、うん、あのインディーカー初挑戦、まあ、1年目なわけですけれども、いよいよ明日最後のレースを迎えますが、どんなレースにしたいでしょう。まあ、もちろんねやっぱり、まあ、シーズンベストを狙っていきたいですし、まあ、ここまで本当にまあ納得いく形でのレースっていうのはずっとできなくて、まあ、本当にモテギでねそういう意味ではようやくまともな、ね、レースができたと思うので、ただその順位的には、まあ、もちろん満足いく状態ではなかったし、不具合もそれなりにあったし直さなきゃいけないところもあったので、まあ、今回はそれをねなんとか乗り越えて上位入賞をやっぱり、目指したいんですけど、とりあえず今走った感じだと相当チャレンジングな、ね、レースになりそうなので、まあ、しっかりと今晩それからまた明日の午前中あるのでしっかりとエンジニアと話して、まあ、レースに、ね、向けて車を作りたいです。はい、では期待しています。頑張ってください。はい、はい、頑張ります。ありがとうございました。はい、ということで佐藤拓磨選手、明日ちょっとレースは厳しいかなっていうことを言ってたんですけれども、最後のレースをバッチリと締めくくってほしいなと思います。さて一方のですね、武藤秀樹選手なんですけれども、武藤選手もですね僕がコメントを聞いてきたのでこちらをまずお聞きください。では初日を終えた武藤秀樹選手に話を聞いてみたいと思います。最終戦の最後の予選が終わりましたが、今回の予選はどんな感じだったでしょうか。まあ、正直もっと上に行けると思ってたし行きたかったです。まあ、かなりそのチャレンジングな予選でしたね。というのもアグレッシブにセットアップを変えて、で予選のスピードを稼ごうと試みたのがもう本当に裏目に出て、で全く全開で走れなかったんで、まあ、真 の、 そのストレートラインのスピードはあったんですけども、コーナーでふらついてしまってという形で、やっぱり総合的にうまくまとめることできなかったです。それで2周目に急にスピードが落ちた。1周目 も、 もうアクセル抜いてたし、で2周目はやっぱり抜く量もちょっと増えて、逆にプラクティス練習中の方が早いぐらいだったのでね、ちょっと攻めすぎましたね。午前中のプラクティスは11位だったんですけども、レースのセットアップの方は、でも今日の最後の練習ガソリン満タンに走ったら、やっぱりすごく乗りづらいですね。なんで、すごく難しいです。いよいよ3年目のシーズンの明日が最後のレースになりますけれども、どういった戦い方をしたいと思ってますか。すごく目標が低くなってしまってますね。まず完走ですね。とにかくまともに走れるバランスじゃなかったんで、そこをうまくアジャストして明日チェッカーまでなんとかたどり着きたいっていうのはありますけどね。やっぱり3年目の最後のレースだから、自分で納得のいくそういう、本当に結果数字に表すのはすごく難しいと思うんで現状だけども、やっぱり自分の中での集大成っていうのを自分で築けたらいいなと思ってます。はい、すいません暗くて。いえいえ、とんでもないです。じゃあ頑張ってください。はい、ありがとうございました。はい、ということで武藤秀樹選手のコメントを聞いていただきましたが、予選でですねかなり大きなことをやってしまったのがあだになったという感じです。まあ本当プラクティスも厳しいんですけれども、ぜひですね3年目のシーズンの最後のレースをですねバッチリと締めくくってほしいなと思います。ロージャー安川選手はどういうふうにご覧になりますか。そうですね、まあ、あの佐藤拓磨選手に関してはですね、予選トップ10に入って、まあ、ぜひ決勝できれば上位トップ5でゴールしてもらいたいなと、まあ、今回その残念ながら僕スポッターとして彼のことをサポートする形に戻ることができなかったんですけれども、まあ、僕がいなくても本当に全力を尽くして頑張ってもらいたいと思ってます。武藤選手に関してはですね、かなりマシンを変更したということを聞いておりまして、ちょっと予選の順位も最終ウォームアップの順位も良くなかったので、バランス大丈夫かなってちょっと心配してるんですけれども、今シーズン、まあ、この最後のレースでトップ10フィニッシュでぜひ締めくくってもらいたいと思います。はい、ということでロージャー安川選手にもですね参加していただいて予選のレポートをしたわけなんですけれども、明日が最後のレースとなりますね今シーズン。そうですね、本当に泣いても笑っても最終戦ということでですね、なんかこうあっという間に今シーズンも過ぎてしまったなと思う反面、最後の最後まで目が離せないレース内容になるんだろうなと、本当に明日の決勝レースを見るのが楽しみです。そうですね、はい、ということで明日の決勝のレポートもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。